ピープルエキスプレス航空、通称ピープルエキスプレスは、1981年から1987年までの間運航していたアメリカ合衆国の格安航空会社である。経営悪化の末に、1987年に東海岸路線の強化を狙ったコンチネンタル航空に買収された、イギリスで格安航空会社の走りであるレーカー航空を設立し、 中短距離便のみならず、長距離便を格安運賃で提供する、スカイトレインサービスで業界を席巻した、フレデリック・レイカーに触発されて、ドナルド・バーラが1981年に設立した。機材は、ルフトハンザドイツ航空が手放した、ボーイング737型機を購入し、機材として用意した。ハブ空港には、ニューアークリバティ国際空港を選定し、同空港の隅にある、 長い間放置されていたターミナルを拠点として、格安運賃で運行を始めた。1981年4月30日、ニューアークとバッファロー、コロンバス、ノーホーク間で運行を開始した。運行開始直後には隣接した線路を走る、コンデールの貨物列車の敷地内で起きた事故により、ターミナルを閉鎖せざるを得なくなり、6月22日の運行を取りやめるといったトラブルにも見舞われたが、 格安運賃が市場に受け入れられ急速に成長。1981年の末にはフロリダまで路線網を広げた。ロンドンガドウィック空港に中期するピープルエキスプレスのボーイング747型機。また同社は設立3年目である1983年5月にブラニフ航空からリースされたボーイング747型機を使って初の国際線であるニューアーク。 ロンドンガートウィック空港間に就航した。同社はロンドンだけでなく、フランクフルト線とパリ線の運行も申請していたが、格安運賃での運行が認められなかったため、やむを得ず、ロンドン線のみで運行することとなった。前年のレーカー航空の消滅後に格安、運賃競争が収束し、無風状態となっていた、大西洋横断路線において、運賃を普通席で、 片道149ドルという激安運賃で販売したことで予約が殺到、数ヶ月にわたってチケットが即日完売という好評ぶりを博した。後に国際線としてブリュッセルとモントリオールへも国際線を拡大した。座席は原則全席普通席だったが、国際線にのみプレミアムクラスという上級席を設定していた。同社は引き続き順調に成長し、 1985年には、デンバーを本拠地とする、フロンティアエアラインズを買収した、現在のフロンティア航空とは別物である。詳しくは、フロンティア航空の項を参照。フロンティアは、古くからアメリカでは、労働組合の力が強い会社として知られていたため、労働組合のないピープルが同社を買収したことは、ノンユニオンがユニオンを買ったとして、話題を呼んだ。 これにより同社はアメリカで5位の規模を誇る一大航空会社となり、さらに中西部を運航するブリッド航空とニューイングランドやフロリダ州を運航するプロビンスタウン、ボストン航空を買収した。こうしてピープルエキスプレスが代々的に躍進を続ける中で、古くからあった大手航空会社は同社を脅威に感じるようになる。そこでユナイテッド航空やデルタ航空、 ブラニフ航空など大手数社がピープルと競合する路線において採算を度外視した格安運賃を導入し顧客を奪い始めた。しかしピープルがその路線から撤退すると翌日には以前の料金に戻すという手段を使ったために乗客から強い反発を受けた。このために航空会社が一旦導入した運賃は一定期間変更できない制度が導入されるきっかけとなった。 なおこのような大手航空会社との直接競争が行われて以降、同社は大手航空会社が飛ばない路線を飛び始めるようになった。新しい相手はズバリ、車であった。ドライブより安い運賃なら、顧客を得られるという方針に転換したのである。事実、1984年頃のピープルエキスプレスの時刻表には、フライングザットコスッツレスザンドライビングと書かれていた。 しかし、買収した旧フロンティアエアラインズから移籍した職員による労働運動の一環として、さらには、機内サービスが無料でなされていた、フロンティアエアラインズの顧客たちも反発し始めるようになる。これに伴い、機内の回収や、マイレージプログラムの導入計画、そして画期的だった一律運賃も変更を迫られた。このように、社風も顧客層も違った。 フロンティアやラインズの買収は結果的には完全なる失敗に終わった。機内サービスやマイレージを導入したことでコスト高となった上にフルサービスを提供する大手航空会社によるピープルエキスプレスを狙い撃ちした低価格構成に見舞われ、顧客を奪われ始めた。 ピープルエキスプレスの経営状況は徐々に悪化し始め、1986年6月には、新宅銀行と組んで同社の全部、または一部を買収してくれる会社を探し始めるようになった。だが、ユナイテッド航空とのフロンティアエアラインズの売却交渉は決裂するなど、うまくいかなかった。コンチネンタル航空のロゴが描かれた、ボーイング747交渉の後ピープルは、 航空会社の持ち株会社であるテキサスエアー社へ自社すべてそっくり約1億2500万ドルで売却することとした。だがテキサスエアーは取引内容に心配を抱きフロンティア航空の部分だけを1億7600万ドルで購入した。こうして1987年2月1日、ついにピープルエキスプレスは航空会社として運航を継続できなくなり、 東海岸路線を強化したかったコンチネンタル航空が買収することで同社の運航路線、機材を引き継いだ。現在コンチネンタル航空がハブ空港としているニューワーク空港の発着の権利はこの時獲得されたものであり、現在でも同社にとってヒューストンに次いで重要な空港となっている。ピープルエキスプレスは大手航空会社に比べて格安かつ航空券をいつ買っても 同じ料金、機内の客は皆同額を払って乗るというシンプルな運賃体系を構築した。つまり、現在主流である事前購入運賃を設定しなかったのである。例えば、ニューアーク・ワシントン間は平日は基本40ドル、ただし19時以降の出発便は27ドル、さらに休日は終日27ドルという運賃などである。また同社はこの一律運賃体系を逆手にとって、 現在では考えられない、運賃徴収方法を採用した。それは、空港では、予約客や、当日の飛び込みの客にもとりあえず搭乗券を渡し、そしてそのまま、出発、機内で運賃を徴収するというものだった。これも、一律運賃であったからできたゲートであった。コスト削減のため、多くの格安航空会社同様に、水以外の無償の機内サービスは存在せず、 ソフトドリンクスナックは50セント、スナックパックが2ドルで販売された。また、空港での荷物扱いのコストを削減するため、機内に荷物を持ち込むことを勧めていた。預かり荷物は1個まで無料だが、2個目から1個につき3ドル、徴収した。現在では、セキュリティチェックの観点から、機内持ち込みの荷物は少ないほど歓迎され、そのため荷物の棚は大型に改造してあった。 同社の保有機材はすべてコンチネンタル航空へ引き継がれている。ほとんど中古機だった。ボストンガ岸空港での2代目ピープルエキスプレスのボーイング737型機2012年にピープルエキスプレスの元従業員であったマイケル・モリ氏は2代目のピープルエキスプレスを立ち上げた。同社はバージニア州ニューポートニューズ空港をハブ空港として大手航空会社が あまり就航していない、アメリカ東海岸の小規模な都市を目的地とした。また、機体は中古のボーイング737型機を持ち運賃は大手航空会社の約6割程度に抑える予定とし、機体のデザインは初代と異なるものの、人の横顔をデザインした美翼、そしてロゴマークは初代のものを踏襲した。当初は2012年度中の就航を目指していたが、 延期され、2014年6月30日にビジョン航空に委託し、ボーイング737から400を用いて運航を開始、数年以内に FAA 認証を受け独立運航を予定していたが、同年9月26日に10月16日までの運航休止を表明し、その後10月16日に運航停止となり2015年1月には、 ニューポートニューズ空港から退去した、すべて英語である、ありがとうございます。